月喜び運転免許試験場の普通免許技能試験場の使用されなくなった坂道発進コース坂道発進は上り勾配で停車している車両を発進させる際に用いられる運転技術である坂道発進は発進時にブレーキを解放した際に車両が後退するのを防ぐための操作であるマニュアルトランスミッションを搭載した自動車やオートバイなどのほか 鉄道車両の運転で用いられる。マニュアルトランスミッションを搭載した自動車やオートバイなどではクラッチを接続する操作と同時にブレーキを徐々に解除する技法で、日本では自動車やオートバイの技能試験、並び自動車教習所の終了検定で行われる必修課題の一つになっている。一方で、坂道発進補助装置や電子式、パーキングブレーキが普及するに伴い、 特別な操作を行わなくても坂道発進ができる車種が増えている。上り勾配が緩やかな場合は、右足をブレーキペダルからアクセルペダルへ踏み替えるのと同時に、左足でハンクラッチにして車両を大きく後退させることなく発進させることができる。ブレーキペダルとクラッチペダルとでは、後者の方が遊びが大きいので、ブレーキを解除すると同時に、 ハンクラッチにするには、遊びの大きいクラッチペダルの方を先に操作し始める必要がある。実際の操作としては、ブレーキペダルを踏んだままクラッチペダルを上げ始め、遊びがなくなりハンクラッチになり始めた時に、ブレーキペダルからアクセルペダルへ踏み替えることになる。この発信方法を、踏み替え発信と呼ぶ場合がある。しかし、勾配がきつい場合や、積載量が多い場合は、 パーキングブレーキを利用した方法が取られる。パーキングブレーキをかけた状態で徐々にクラッチをつなぎながら発進操作を行い、発進可能な駆動力が伝達されたところでパーキングブレーキを徐々に解除する。エンジントルクが強くアイドリングのままでも発進できる車両ならば蒸気2つの中間の方法でも発進できる。ブレーキペダルを踏んでアクセルペダルを踏まず、 アイドリングのままハンクラッチにし、発進可能な駆動力が伝達されたところで、ブレーキペダルを離す。日本の自動車教習所では、通常はパーキングブレーキを利用した坂道発進が教えられ、踏み替え発進は検定外の技能習得の一環として、教習家庭内で指導する場合がある。坂道発進は、運転免許試験場における流運転免許の技能試験、及び、 指定自動車教習所の終了検定で審査され、停止した位置からの交代が一定距離内ならば、減点対象となり、1メートルを超える内視は、機能検定員等が危険があったと判断した場合は、その時点で検定不合格となる。MTE 搭載者の場合は、後輪ブレーキを右足ペダルで操作し、クラッチを左手ハンドルレバー。 アクセルを右手ハンドルグリップで操作するので後輪ブレーキを利用して坂道発進が行われる。後輪ブレーキをかけたままクラッチを徐々につなぎ、発進可能な動力が伝達されたところで後輪ブレーキを徐々に解除する。自動延伸クラッチを採用した AT 搭載車の場合は、左手ハンドルレバーのブレーキをかけたままアクセルを開き、クラッチがつながって、 十分に発進可能な動力が伝達されたところで、左手ハンドルレバーのブレーキを徐々に解除して発進する。基本的にはブレーキを緊結したまま動力を伝達し、ブレーキを寛解させて発進する方法をとる。鉄道車両は摩擦係数が低いので、引き出す際に動力が強いと空転を起こすことがある。ため、まず転動しない程度のブレーキをかけておき、 立行させてからブレーキを徐々に弱めて、車両が発進し出してからブレーキをすべて寛解する。しかし、電磁直通ブレーキ以降の車両には、ブレーキ弁ンハンドルがブレーキ値にあるとマスターコントローラーを入力しても、立行回路が構成されない。保護回路を設けてある車両も多いため、この方式は使えない。その場合には、空気ブレーキが排気に時間がかかることを利用して、 マスターコントローラを入力して大きな加圧力から一気に排気し、ブレーキシリンダーに残圧があるうちに立行回路を構成し発進する操作法を行うことで抗体を抑制する。なお、ワンハンドマスコンを採用する車両においては、この操作もできないため、同様の操作を行えるように、勾配起動スイッチが設けてある車両もある。ありがとうございます。